こんにちは、速稼塾の久保です。今日は FX の相場解説がないんですけども、まあ、FX のねちょっと勝ち方といいますか、負ける人はどう考えているのか、勝つ人はどう考えているのかってことをちょっとお話ししたいと思います。まあ、まずはですね、こういう考え方は良くないなっていうのの一つが、少額で例えばね1万円とか5万円とか10万円で100万とか1000万とか1億円を作れるって思っちゃったらこれダメなんですよ。これはねないですね。もちろん長い時間をかけて全て順調にいけばそれができないことはないんですけども、例えば FX を学び始めて最初の年でですね、じゃあ10万円から100万円を作っていきたいなって、これはね考えない方がいいと思いますよね。これはねきちんと説明することができていて、例えば10万円しか元手がない人がいるとするじゃないですか。その10万円しか払えない人ってまあまあ結構いるんですよ。じゃあそういう10万円しか元手がない人のレースで勝ち残ることができますかってことなんですよ。10万円しか出せない人って結構いますからね。何人かっていうのは分かんないですけど、すごくいるじゃないですか。でもっといるのが、1万円だったら FX でやってみてもいいかなって方はもっと多いんですよ。そうなると1万円出せる人の大多数のレースになってくるわけですよ。この下等競争に勝てますかってことなんですよね。で10万円にしても同じです。10万円持ち寄る人って結構いるんですよね。でも今度ね、じゃあ FX 参加するのに100万円出せる人おいでおいでって言ったらどのくらいいるかっていうと、10万円しか出せない人に比べたら明らかに少ないですよね。ということで10万円ずつ出すレースよりも100万円出せる人のレースの方が難易度としては10万円以上に楽なわけですよ。じゃあ今度ね、1000万円で FX に参加する人って考えるともっと減りますよね。で1000万円の人っていうのは勝ちやすくなるわけですよ。ライバルが少ないんで。それこそ10万円しかない人とか100万円しかない人に比べると1000万円ある人の方がやっぱりレースとしては勝ちやすいわけですよ。で100万円しか投じれない人の10回分できるっていうところを考えてもそうだと思うんですよね。じゃあ今度はね、1億円持ってる人とか10億円持ってる人とか100億円持ってる人、こういう人たちって全体の割合がすると人数は少ないですよね。だから有利なレースができるんですよ。だって100億円持ってる者同士のレースですよ。で10億円とか1億円以下の人ってのはまあレースとしてはライバルにならないわけですよ。そう考えていくと、お金がない人はお金がない人同士の戦いになってきて、お金がある人はお金がある人に対してのレースもそうなんですけども、自分たちよりもお金を持ってない人は量ができちゃうわけなんですよ。まあ、ですんでね、少ない金額の投資でなんとか大きくしようと思う人、それはたくさんいるんですよ。でもこれはなかなか勝つのは難しい。要するにライバルが多いっていうことになっちゃいますからね。それこそ1万円しか出せない人とか10万円しか出せない人って、同じように1万円出せる人、10万円出せる人以外に1000万とか1億円とか10億円100億円出せる人とも戦わないといけないんですよ。ということでこのマーケットの中でね、マイク・タイソンみたいなプロもいるし、マイク・タイソンのスパーリング相手もいると。マイク・タイソンに惜しくも敗れた人は山ほどいると。そういう人に私たちは立ち向かっていくわけなんですよ。だからどこを見ても強者ばっかりですよ。そう考えていくとね、やっぱりね、少ない金額でなんとか大きくしようっていう人がその投資の世界に入って、まあうまくいくわけがないって考えた方が真っ当です。ただね、ギャンブル思考になってくると、そうは言うけど自分には奇跡が起きるかもって思っちゃうんですよ。これはギャンブル思考です。このギャンブル思考っていうのがある限り、博打場が儲からない仕組みっていうのがまあ出来上がらないんですよ。なぜならギャンブル思考っていうのはいろんな確率とか過去例とかはあるけども、自分にだけはね、たまたまラッキーパンチが来るはずだって思うわけなんですよ。そう考えるから、いやいやこれ当たったらでかいんだよって形でどん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 突っ込んでいって、全てが誰かの養分になっちゃうわけなんですよね。でもきちんと計算してきちんと学んで、押す時と引く時ときちんとわきまえてる方、そして余剰資金がたくさんあって10回や20回負けても同じメンタルで勝負できる、勝負し続けることができる人っていつ負けるんですかって話ですよね。この1万円がなくなったら終わりなんだって言って全身全力を込めてお願いしますってやる人と、まあとりあえず10万かけとこうか、これがなくなった時のストックはまだこっちにたくさんあるからって感じでやる人と、どっちか勝ちますかね。心理的にも全く違うじゃないですか。追い詰められた人が勝つ例っていうのは、実はね、九叟猫を噛むっていうことわざがありますけども、でも九叟猫を噛むって例はあるけども、結局はね、猫に仕留められるネズミの数の方が圧倒的に多いわけですよ。だってそうしないと食物連鎖のこの、ね、図式ってできないわけじゃないですか。だってライオンがね、いつも鹿に負けましたとか言ってライオンが存続できますかね。だからたまには調子の悪いライオンが調子のいい鹿にね負けることがあるんですよ。でもそれはすごく稀にです。
それこそことわざになるぐらい、もう稀な例なんですよ。キュウソ猫を噛むみたいなね。でも所詮ね、噛む程度なんですよ。仕留められて殺されるのはネズミの方なんですよね。で、この辺を考えていくと、投資でね、奇跡を願うことがいかにね、愚かなことかってことが分かっていただけるんじゃないかなと思います。そして分かる方は次のステップに進みます。それも分からずに、結局ギャンブル思考をやっちゃう人っていうのは、もう次に進めずにそこで終わり、ゲームセットってことになっちゃうんですよね。はい、ですんでね、短期間で少ない金額を大きく増やしちゃおうみたいなギャンブル思考があると、まず勝てないんでね、この考えは離れていただいて、やっぱりある程度しっかりとした学びとともに、何回もね、客観的な検証をもとに、しかもメンタルもきちんと作りながら、そうやって進んでいくってことが大事なんだなと思える方は次に進んだらいいと思います。やっぱりね、ギャンブルではないんでね、FX もそうなんですけども、投資だと思って、投資家がきちんと進むべき道を進んでいくんだったら投資になるんですよ。でも、大した学びもなくね、多くの先人たちがやってきたことをすっ飛ばして、自分だけはうまくいかそうと思う、この発想はギャンブルになっちゃうんですよね。そしてですね、今日のテーマとちょっと似てるんですけども、これがね、ポジショントークにも半分なってるんですけども、全くお金を払わずに、学びをタダで得ながら勝っていくことってのはなかなか難しいです。というのがね、今日お話した例にも重なるんですけども、お金を出してまで学びたいって人と、いや、お金は出せないんだけども、でも強くなりたい人、どっちの割合が大きいですかね。それは当然ですけども、お金を払わずに学んでいこうとする人の方が圧倒的に多いわけですよ。そうなると、お金払わずに稼ぎたいよっていう人とのレースになっちゃうんですよ。こんな熾烈な争いはないです。でもですね、仮にも10万円にしろ20万円にしろ、お金を払ってでも学べたいよっていう人はどうですかね。メンタル的にも次の一歩を手に取ってるんじゃないかなと思うんですよ。そういうふうなことを考えると、私はやっぱりね、お金を払って学ぶっていう姿勢、そのぐらいの気持ちがないと、まあ、そもそも投資の世界に入る資格はないんじゃないかなと思うんですよ。もちろんですね、無料のものでしっかりと学んで勝つこともできるでしょう。ただ同然のものでね、100円の中古本買ってきて学ぶことはできる、それで勝つこともできるでしょう。でもそういう情熱や根性のある方っていうのはもう本当に一部なんですよ。それこそね、お金を出すことが惜しいと思ってる人にはこのマインドはないですね。そういうふうに私は考えますけども、いかがお感じでしょうかということなんで、やっぱり学びっていうのはね、一定のコミュニティとか一定のレベルがある人、そのグループに入って一定のレベルのある人何人も抱えていけるような人から学んだ方がいいとは私は思います。それでは本日は以上です。